ちゃんくん。はいはいよ。はい。パパさんこれからちょっとだけ散歩行ってきます。そしてすぐ帰ってきて散歩の作戦会議をします。白いアジサイがなかなか手に入らなくてね、何のことか分かんないと思うけど、白いアジサイがやっと手に入ったので、それを撒くということをやんなきゃいけないんですよ。はい。で、それだけがずっと滞っていたので、それが終わったら次のミッションが出るのでね。次のミッションはね、多分カラーだと思うよ。カラーリリーっていうのはね、本当はね、正式名はね。はい。それか、あ、カラー、赤のカラーリリーを撒けとかそういうやつがあると思うよ。じゃあちょっと行ってくるからね。あ、ブラシもしていこうかね。ポンちゃん、ポンちゃんもおはよう。おはよう。ポンちゃん、カラスの声で、うん。さっきからすごいね、ずっとカラスさんね。どうしたカラス。おお、うん、どうしたんだろう。ジャン君、ジャン君遊ばれてます。カエル君乗せたの。ママさんに遊ばれているジャン君です。全然ピクリともしないんですけどジャン君、もうジャン君の帽子だもんね。仲良しの帽子さんだもんね。